人はどのくらいの金額をもらえば殺人を請け負うのだろうと考えてしまいました。まあいろんな人を見てきて、この状況を見てきて、懲役の中でもそういったことをした人たちとも触れ合いというか接触があったんで話はするんですが、まず暴力団、ヤクザのことの金銭的なことで言うと、基本的にヤクザの構想、まず組関係のことでいくと、お金を渡すから行く行かないっていう形にはならないですね。実際はそういう形でいくらやるからヒットマン、例えばヒットマンっていう言い方はあんまりその当該の人たちはお前ヒットマンとして行ってこいっていうことは言わないんで、後にこのヒットマンという言葉が本になったり映画になってドラマになって、そういう形でまあ今の人たちはそういう言い方をするかもしれませんが、当該のヤクザの中でヒットマンという言い方じゃなくて、まあ体かけて行ってこいという形になるんだけども、でも事実上は立場だったり出所した時の地位の確保だったり、そういうことなんですね。実質的にそれをやったがためにやったことに対して直接的にこの人一人をどうこうしたからいくらとかっていう風ではないんだけども、その地位だったり立場だったり肩書きが上がればそれだけのものになるという形で、当時は10年13年15年行って16年とかっていうことであったので、なんとかやっぱりそれって、まあ15年って言ったら大変ですけど、なんとかそれっていうのはいけたんですけども、今のこの30年っていうことになるとそれはなかなか難しく、それにその組織が耐えれるかっていう問題もあるわけですから、ここでやっぱりそこなんですよ。言っても結局それをやるって言っても本当は大義だって言ってもそこがなければですよ、結局そういう行為をしました、警察に逮捕されました、弁護士もつかない、面会も来ない、お金も送ってこないとなると話はやっぱり違いますし、そういったところもありますし、手厚く全部できるとこってなかなかないんですよね。あのヤクザと武士の武家の文化とっていうことは本来違いますけど似てるところもあって、まあ武士的なその武将のことをなぞらえて考える方もいるんですけども、じゃあ昔ですよね、戦国時代でもこの自分の主君に忠誠を誓って戦場でもってねっていうふうに言ってるんですけども、結局この人たちも自分がその戦死した後に家族や子供たちその家名をきちんと手厚く録をっていうことの代償がなければ やらないんですね。だからやっぱり武士の人たちであってもそうであるわけですよ。もう単純に犬死にで誰もするわけはない、この人間としてはそりゃそうなんですよね。なのでそりゃそうだよねって、義理や大義っていうことではない、まあそういう方も中にはいるでしょうけども、それは本当に今までそういうふうにしてもらえた、この恩に報いるっていうことがあって、単純に昨日今日の人がですね、何にもじゃあ俺ここからもう1ヶ月2ヶ月でよし、ここから10年20年ってなかなかならない。じゃあまあこれがヤクザ暴力団の考え方なんですが、じゃあお金の対価で人を殺めるっていう、要するに暗殺だとか人殺しを受けようっていうのは、私は基本的にそういう組織だったものが日本にはないと思っているんですね。海外のようなんですよ、なんか特別なルートでこれだけやってこういう風にしたらいくらみたいなっていう、じゃあそんなことないじゃないか、今までのそのお金であった、それはたまたまその偶然的にそこに出会ってそうなってそういうことが成立しただけで、というのはなぜかというと、これって日本の世界社会の中でいくと、そういうことを受け負いました、宣伝できるわけじゃないですよね。こういうことをやりますよって言えるわけがないですよね。まあ SNS が発達してそういうことがやってありますよね。でも全部失敗してますよね。っていうか次がないんですよ。2の手3の手がないんですよ。うまくいきましたから、この前のこの依頼されたやつはうまくいきましたんで私は成功率が高いですって言った時点で捕まっちゃうわけだから言えないわけですよ。で仮にやりました、でそういうことも自分が捕まりました、まあ今だったら20年30年出てきて、さあ自分はもうやって黙って実績もありますからっていうことだから成立しないんですよね。でそれをそれだけのリスクをやって金額がすごくバカ高ければまあいいですよ、何億とかっていう風になりますけど、これが日本人国内のことに関してなんですが、外国のまあどこの国と言い方は しないですけども、日本にいる日本に本来の違う名前で来て違う形のパスポートだったら、そういうことをやって本国に帰ればわからない、その金額っていうのは何十万っていうことはないですけど何百万とかっていうことは聞いたことがあります。それでやったっていう聞いたことはないですけど、そこは
あったかもしれないけども、仮にそれがめくれた場合、依頼されてやったっては言わないですね。罪が重くなるわけだから。でも、綺麗にやっていくことに対して、やっぱり軽自動車が買えるぐらいとかっていう話は聞きますよね。でも場合によっては、だからそのやり方にもよって違うっていうことですよね。これね、いけないな、ここは専門的な話になってくると、やり方を言ってるようなことなんだけど、完全にわからないような状態なのか、やったことがわかるやり方にする仕様によっても違ってくるわけですよね。言ってる意味がわかりますかね。命がこうなってしまうことは、一緒なんだけど、そのあり方が完全にその人が行方不明になった状態なのか、それともこうなりましたって分かった状態なのか、報復なのか、保険金的なことかによっても全然違ってくると思うので、あとはどれだけの人員と労力を割くかによってかかる経費の問題で変わってくると思うんです。でもそこまで綿密にやってるところってなかなかめくれてこないんで分からないですよね、正直言って。まあ昔は海外に行ってどうのこうのっていうふうに言う話も聞きましたけど、そう簡単ではないですね、やっぱりそれも。ただそこに保険金うんぬんかんぬんが絡むとなかなか簡単ではない。おかしいじゃないですか。まあその人の命がどうなのかっていう話になりますけども、実際事件に上がっていくとそんなこんな金額っていうのはあるんですが、それを受け負って専門がないのでちょっとわからないって言えばわからないですけども、今の事案話によっては内容によっては全然変わってくるっていう。